大会なんですけど、久しぶりに第1試合で、しかも久しぶりのデビュー戦の相手という、まあ、重大な責任、あの重大な役というか、まあ、なんですけど、まあね、私が相手に選ばれるということは、まあ、期待されてる新人なんじゃないかなって、あのすごい勝手に思ってます。頑張ります。167cm、55kg、神奈川県出身、抜群の身体能力を誇るスター候補、本日デビュー戦、神谷さん。
今日はタムさんとシングルマッチです。デビュー戦ぶりの後楽園ホールでのシングルなのでとてもドキドキしてます。タムさんは私がプロレスを始めるきっかけとなってくださった人なので、いろいろな思いをぶつけられるように試合したいと思います。頑張ります。おはようございます。今日は上谷さやちゃんのシングルマッチです。アイドル指定対決って言われることが多いんですけど、私はさやさんのことは一度も弟子だとは思ったことなくて、いつも同じ目線で未来を見ていたいなって思ってたし、さやさんには本当にいろんなことを教えられて感謝の気持ちしかないので、今日は逆に私がさやさんに何かを与えられるような戦いをできたらいいなと思ってます。今日から始まる新たなストーリーに皆さん一緒に飛び込みましょう。行ってきます。Yeah!
約21秒ウィナー上谷沙耶。私はクイーンズクエスト、これからまたスターダムのトップに上り詰めていきたいので、そのためにはまだちょっと人がまた少なくなって足りないんじゃないかと思ってるんだけど、上谷よかったらクイーンズクエストどうかな。私は練習生の頃からずっと歌見さんの背中を追いかけてました。歌見さんがそう言ってくれるならクイーンズクエストに入れてください。救急新メンバーいいでしょうか。お客さんいいですよね。お客さんがいいよって言ってるので、ぜひ救急へようこそ。じゃあこれから救急でよろしくね。お願いします。皆さん立ってください。
神谷の初バックどうでしたか？今日は記念すべき初タッグスタートの日、桃さん、あずみさん相手に勝つことはできなかったけど、私と神谷で必ずクイーンズクエストにゴッテスのベルトを持ち帰ってきます。正直こうやってコロナがあって思うように自分的にもいかなかったこともありますけど、もっともっと磨いてシューティングスターももっと精度を上げて絶対に99にゴッテスのベルト持ってきます。シンデレラトーナメント決勝戦で開花とかリミッターがかかってしまうことがあると思うんですよ、ね、けど非常にいってますよね。そう、ここはやっぱり非常に、まあ、ラストちょっと反撃をちょっと期待したいですね。さあどっちだ、スピードでは神谷と思われますが、おお、ギリギリかわしました。何を狙うんだ、危ない危ない危ない、神谷さんそこに今度はセカンドコーナーでミサイル式という思いが今マイカを動かしている。フレンバスターバックに着地、神谷に足を払ってマイカの目、そしてマイカがとどめを刺すか、そのまとめ、そこからスタークラッシャー、フェニックススプラッシュ、やばい、返せ返せ、シンデレラ決まった。負けたか、神谷勝ったか。シンデレラトーナメント2021優勝者は神谷沙耶です。うわ、おめでとうございます。いやー、ベップさんも一生懸命応援してましたからね、はい、あ、そうですね、いやー、もう痺れました。もうどさあ、この後はいよいよ大田区大会メインイベントとなります、赤いベルト戦の始まり。そして
タムさん、私は白いベルトに挑戦したいです。なんとぜひよろしくお願いします。今年のシンデレラの願いは白いベルト、ワンダーオブスターダム。これからもいろんな困難、辛いこと大変なことたくさんあると思いますが、自分の夢に一生懸命向かって頑張っていきます。よろしくお願いします。本日はありがとうございました。すごい、チャンピオンを呼び出しておいて締めましたよ。締めちゃったよ、ね、シンデレラトーナメント2021優勝、上谷さん。何これ、去年こんなのなかった。ジュリア選手、すごい。シンデレラか、1年違うだけでこうも違いますか。どういうこと。やばい、これはシンデレラ格差というやつですね。格差社会、はい。いやもう悔しい。ドリームクイーンダム2021、これから第6試合セミファイナル、ワンダーオブスターダムのチャンピオンになりました。持っていかないとやっぱり保持して、もうすぐもう今今日7度目ですから、2桁に届くような勢いになってくる。さっきのお返し、上谷さやの出番、出たー。そうですね、ミサイルキック。キャリア3年にも満たないこの上谷が、めちゃくちゃ硬いです。ここで受け身を、場外ももっと硬い。いやー、うわ、出た、上谷のこの表情。上谷さやついてきの、今度真逆ですね。ちょっと、トップロープ、トップロープ、おい、何をする気だ。まさかー、立った、うわ、決まった、横売りして呼び固めではなく、キャリア2年4ヶ月、2019年8月にデビューした上谷紗恵がついにシングルのチャンピオン。ここまでシングルタイトルは手にしていなかった上谷紗恵が初めてのシングルを手に入れました。お、なんだ、中野タムが、あ、ベルトを腰に巻くのかな。中野タムから上谷へ。そうですね、ベルトを返してではなく私に任せてという、中野タムの一生事でした。象徴的なシーン、
師匠から弟子へ、共にアイドルからプロレスラーへとなった中野サムと上谷沙耶、今白いベルトが伝承されました。いやー、相葉さん来ましたね、上谷沙耶が。いやー、勝ちましたよ。来ましたねー。サムちゃん、でも悔しいと思いますけど、なんかそれを見せないで腰に巻いて。今日ばかりは岩谷選手メンバーというのはみんなもうほとんどチャンピオン、ちょっとおばあちゃん見せた時点で3本コツでいきますかね。いただきました。また戦略どんな風に練ってくるか。あー、おー、そのままないか。すげえ早い早い、うまいな、うまいな、うまい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 、心得ています。上谷、本当は金網嫌だった。うっそうっそ、嫌だったんかい。なんで上谷さんエスケープ、上谷がエスケープです。それを見つめる岩谷の目。マイカにジュリアに負けたくない相手に負けちゃった。まあここ最近、まあ今日もそうだけど、救急としてまあアーティストに何度挑戦しても負けてしまったり、今一度ユニットとしても考え直さなきゃいけない時期なんじゃないかなって個人的には思ってて、まあ、それはアフロディーテとしても、ここ最近大事なところで負けが続いてる。何それ、ユタのせいで負けてるって言ってあげた。そういう意味じゃなくて、ユニットとしてなんか慣れ合っちゃってる部分があるっていうか。で、今日歌が負けたから。いや、そういう意味じゃない、そういう意味じゃないです。じゃあ助けに来てくれたらよかったじゃん、タッグ組んでるからな。
残り試合時間30秒。ツイッターでもあんな言っといて負けてんじゃん。どうしたの、そんな弱かったっけ、そんな口だけだったっけ。うるせえよ、お前らこそくだらねえことで仲違いしやがってよ。よく喧嘩売ってんな、うちらに。乱暴なことする、元気があるんだったらもっと早くやれよ。は？何よ今さら。もういいよ、やる気出したんだったらそろそろ決着つけようじゃねえかよ。まあそんなに人数いるんだったら金網マッチとかどうかな、完全決着つけようじゃねえかよ。金網ちょうどいいじゃん、やろう。でもあんたたち金網の外に出れんの。じゃあ逆に質問させてもらうけど、アフロディーテこんな状況で金網入っちゃって大丈夫なの。謎に強気だけど、まあ前に全面戦争やった時モモに裏切られちゃってボロクソに負けた姿また晒してやりてえからさ、12345612345、あと天崎か、6対6、大江戸対バーサスクイーンズクエストの全面戦争で決定。いいだろ。うちら、クイズだけで弱い？今のお前らだけだ！何て言ってるよ、今からお前に来てるよ。よくうちらで生きていた俺だな。雷はどうなってる？なんか、この間、厚みにも言われたんだって？あれ心配だよ、みんなは。ああ、お前も見てない。お前は今振り付けしてるからね、完全に自然そうな誰も信じてる人はいないでしょ。お互いのこと信じるか、もう自分も誰かが決まってる。どうするの、6月25日まで時間ないよ、あとちょっとしたら
神谷、ずっとごめん。普段は恥ずかしくて言えないけど、尊敬してるし大好きだし、これからも隣にいさせてください。クエストらしいと言えるでしょうかね。そうですね、固まるということになると思わなかったですね。ちょっと涙出ちゃいましたね。大垣さんも水森さんも、はい、そうですよね。ちょっとこう